不動産投資がですね、不動産になる可能性、手法を間違えるとですね、多額のですね、負債を負います。こんにちは。地方小売回り絶対修行親の中島亮です。中島亮のですね、不動産投資軸として、不動産投資にかかるですね、総合的なですね、講義を行いたいというふうに思ってます。現在ですね、私は親歴19年になります。過去ですね、人事関係のサラリーマンとして21年勤務しました。現在はですね、専業大家です。年間の実家賃がですね、1億1000万円です。入居率はですね、93% 前後です。まずですね、第1回目はですね、不動産投資とはと題してですね、不動産投資のメリットとデメリットをお話しします。不動産投資を学ぶなら、楽町。ファーストロジック。まずですね、不動産投資のメリットですけども、自分が働かずにですね、アパートが働くっていう点がまず大きいです。医者や弁護士さんは皇族制ですけれども、これ自らですね、働かないとお金にならないですね。で、さらにですね、もっと収入を増やそうと思うと、医者や弁護士さんもより多くの時間を仕事に費やさなくちゃいけません。その点ですね、不動産投資は、もともと働かなくてもいいですけども、さらにいっぱいもっと収入を得るためには、どんどんアパートを増やしていけばいいだけなので、これも大きなメリットなのかな、というふうに思っています。次にですね、どこにいてもできるんだと。不動産投資はどこにいてもできるんだ。最近はですね、在宅ワークで、本業ですらですね、どこにいてもできるかと思うんですけれども、不動産投資はもともとですね、どこにいても大丈夫だと。さらにですね、不動産投資の長所としてですね、定年がないというのが大きいことです。サラリーマンであればですね、だいたい60、ないしはですね、65までですね、で、だいたい定年になってしまいます。ところがアパートはですね、私が働くわけじゃなくて、アパートが働くので、私が死ぬ直前までですね、働き続けることが可能です。死ぬ直前までですね、アパート運営ができますし、かつ収入も入ってきているという状況になると。これもまた素晴らしいことかなというふうに思ってます。で、さらにですね、不動産投資のいいところはですね、年金のですね、代わりになるということです。現在ですね、年金を給付されている方、ご夫婦でですね、だいたい18万から20万円ぐらいだと。いうふうに言われています。しかしですね、少子高齢化が進み、もう今よく言われている話なんですけども、現在30歳の方はですね、夫婦でですね、13万から15万ぐらいの支給になるのではないかというふうに言われています。これ、どう考えても足りないですよね。通常、夫婦でですね、高齢者が生活していくには月25万円は必要だと言われています。それに対して13から15なんです。その差はどうやって生きていくのかと。これは副業をするしかないんですね。これなので副業がマストになってくる要因の一つですね。で、次にですね、不動産投資で長所としてはですね、アパートという資産がですね、アパートを生んでいくんですね。つまりですね、アパートが利益を出して次のアパートを買っていく。この二つのアパートがさらに利益を出してさらに次のアパートを買っていくと。というようにですね、どんどん、ね、アパートが自己増殖していくと。すなわち利益がですね、自己増殖していくというのもまたすごいことかなというふうに思っています。さらにですね、2代目、3代目を作りやすいんですね。すなわちですね、不動産投資では、不動産という財産自体も2代目、自分の子供や3代目、孫に引き渡すことはできますし、加えて、その家業ですね、不動産投資事業と不動産賃貸業という業をですね、2代目3代目に引き継がせることも可能だということが大きな要素です。やっぱりしっかりとしたアパートがありさえすれば、2代目3代目も容易に家業を継いでいけるといったところですね。で、次にですね、不動産投資の長所として、他人のお金でですね、勝負できるということもあります。手出しの資金は少なくて、買うべき物件を融資に、担保にして融資を引っ張ってくるということで、いわゆる、レバレッジ効果というふうに言われてるんですけども、簡単に言うと、他人の力を使うことができると
ということですね。これなんか他の投資ではなかなか難しいところかと思うんですけども、不動産投資はですね、これが可能だといったところは大きいですね。次はですね、脱サラできるということですね。まあやっていくとですね、どんどん副業の収入がですね、本業と並ぶようになるんですね。そうするともう脱サラも可能になってきます。ただですね、私はまあ脱サラは進めないですね。なぜ進めないかというと、融資もですね、脱サラするとなかなかつかなくなるので、お金がどんどん貯まってきたとしても、不動産投資で成功してきたとしても、なるだけ脱サラしない方がいいというふうに思います。次はですね、不動産投資はですね、よくミドルリスク、ミドルリターンと言われてますけれども、危ないと言われている手法を取らない限りはですね、ローリスク、ミドルリターンが不動産投資だというふうに思っています。私はですね、まあ、入り口はですね、間違えなければですね、早々ですね、失敗しないというふうに思ってます。株はですね、一般に10人いたらですね、成功する人は1人だと言われてます。で、失敗する方が6人いると。それと比較すると全然ですね、リスクはないというふうに言えるというふうに思います。で、不動産投資の長所の知識、経験がそれほどですね、必要にはならないということです。大体ですね、必要な知識としてはですね、50時間ぐらいですね、で一定の知識はつくんじゃないかなと思います。20冊からですね、30冊の本を読めばですね、知識的にはですね、大丈夫です。で、さらにその本を読んだ後に、まあ、落待ちの動画などでですね、深い研究をすれば足りるのかな、というふうに思ってます。これ、宅建士だとですね、大体300時間ぐらいかかるというふうに言われてます。司法試験だとですね、1万時間かかるというふうに言われてます。もちろんですね、その知識を前提にですね、経験を積まなくちゃいけないんですけども、とりあえずは50時間で一定の知識つくというのは、これはこれで他にはないのかなというふうに思ってます。ただですね、恐ろしいのはですね、その50時間もですね、やらないでですね、開始する人がいるんですね。結構不動産はいろいろな方、いろいろな罠が待ってます。それなのに全く何も予習することなく突入していくというのはですね、非常に恐ろしいことなんですけれども、それをやってしまう方もいます。そういうことが絶対ないように、しなければなりません。楽待ち。不動産の手法なんですけども、手法を間違えるとですね、多額のですね、負債を負います。破産する可能性すら出てきます。まあ、どういったものかというとですね、一番よく言われるのはですね、新築のですね、区分ですね。何が問題かというと、思ったより儲かんないんですね。新築の区分というのはもともと利回りそんなにないですから、でそれに費用と合わせるとですね、1000万、2000万投入したとしても、カツカツの収入、年にですね、10万か20万儲かるか儲からないかぐらいなんですね。なのに、それを30年やらないと、利益にならないと。ただ逆に言うと、30年我慢すれば、まとまった、まあ中古のですね、マンションの一部屋がですね、手に入るということになるので、年金の代わりにはなるかもしれませんけれども、ただ当初思ったように不動産投資として儲かっていかないと。下手したら赤字になっちゃうという怖さがあると。で、あと、サブリースについてもよく言われてます。サブリースというのは、不動産投資家がいて、その間にサブリース会社があって、その会社が建てた建物を所有して、さらにその会社が第三者に貸すという仕組みなんですけれども、これの怖いのはです。こっちの、この真ん中の会社がですね、賃料を保証するんですね。サブリースの問題はですね、その賃料を保証するのは非常にいいことなんですけれども、賃料のですね、額はですね、結果において保証されないんですね。借地借家法という法律があって、借り手っていうのはすごく強いんですね。大きい会社なんですけども、法的には賃借人になるので、そうすると非常に強いんですね。そうすると賃料を保証したとしても額はね、保証しない。ローンの額はこのぐらいだとして、最初は家賃の方が高いんですけども、徐々に家賃が下がってくると、ローンの額の方が高くなって赤字になっちゃうんですね。これ非常に怖い状況に陥るということですね。あとですね、地方の RC ですね。まあ、RC だけあってですね、まず利回りがそんなに高くないんですね。さらにですね、RC なので、ランニングコストは非常にかかるんですね、いろいろと。で、最後にですね、その固定資産税もまた、土地は安くてもですね、RC 自体の建物が評価高いのでですね、固定資産税高いんですね。で、さらに恐ろしいのはですね、地方の RC というのは、融資がつきづらいんですね。買った時、証券が頑張って自分で融資つけたとしても、それを売却するときにですね、買い主にですね、融資がつかないと。なので、売れないという状況が入ってきます。という恐ろしい状況に陥る可能性があると。
利益があまり出ないにもかかわらず売却すらできないということですね。あと運用段階ですね。運用段階で一番恐ろしいのがですね、修理によってですね、どんどん赤字になっていく可能性があります。例えばですね、まあ排水がうまくいかない、あと給水のポンプがおかしい、雨漏りがある、下手したらですね100万単位でお金飛んでいくんですね。これをですね防ぐためにはもう事前にですね買う段階でですね一級建築士さんやまあリフォーム屋さんに同行してもらって見ておいて、どこか問題かということを把握しつつ買わなくちゃいけないです。そうすることによって最初から想定できてますので、その分について出費したとしても痛くないといったところですね。で、あとまあ親しい業者さんをキープして、なるだけ相見積もりをして、あとさらに言うと保険をうまく使うといったところですね。で、次のリスクとしてですね、地震なんですね。地震はですね、まあ保険に入るということとですね、旧耐震のですね、物件を避けるということと、一箇所に集中しないということですね。あとですね、賃借人とのトラブルということについてですけども、まあ今、保証会社っていうのがあるので、大半ですね、賃料の不払いやその他の問題が起こったとしても、保証会社が対応してくれますので、今のところそれほど今重要な問題にはなってないですけれども、どうしてもですね、やっぱり騒音とかね、なかなかね、保証会社も対応できないようなもうトラブルが発生する場合があるんですけども、つまりですね、賃貸借契約結んで、その人が一旦部屋に入るとですね、借地借家法でですね、住んでる方ってすごく保護されているので、なかなか出て行かせることは難しいんですね。トラブルの多い人っていうのをそう簡単に追い出せない。なのでですね、そういった場合に備えて、もう期間を最初から決めている定期借家にするという方法もあるので、そういうことを検討していくということかなと思います。あとですね、金銭感覚がですね、おかしくなるんですね。やっぱりサラリーマンだと月50万から60万収入でやっていくんですけども、不動産投資するとですね、私レベルですらですね、1000万近く900万ぐらいの収入がドッと入るんです。もちろん収入がドッと入っても、ローンなどでドッと出ていくので、ただ入ってくるお金が大きいのでですね、1000万近く月入ってくるので、感覚がだんだんおかしくなってくるんですね。で、次がですね、借金の額の大きさに押しつぶされそうになってしまう。私は4億4000万ですけども、多い人だと50億ありますからね。そうすると、やっぱりね、借金の額に押しつぶされそうになっちゃうんですけども、ただ言えるのはですね、50億借金あっても、財産としてアパートはですね、だいたい60か70億ぐらい持ってるもんなんです。そうすると、10億か20億ぐらいの財産があるんですけれども、まあ、そこをね、冷静に見ていけばと。いうふうに思うんですけども、でもやっぱりですね、それだけのローンがあるっていうのはやっぱりそれなりにストレスにはなるのじゃないかなというふうに思ってます。で、次がですね、不動産投資がですね、不動産になる可能性。負っていうのは負債の負ですね。つまり不動産が負債になるっていう意味ですね。不動産を持ってること自体がですね、毎月発生する共益費や修繕積立金、あと固定資産税などでですね、赤字になるんですね。持てば持つほどどんどん赤字になっていくと。すなわち不動産が負債になるという意味ですね。二代目、三代目などに対してですね、全然利益を生まないね、物件をね、もう渡すということはですね、非常にね、まずい状況かなと。恐ろしい状況になる可能性もあるので、注意が必要だということですね。次回はですね、またこれに関連するお話をしていきたいというふうに思ってます。どうもありがとうございました。楽町チャンネル登録よろしくお願いします。